木曜日にスタートしたホークスの秋のキャンプ、去年の春以来となるお客さんを入れての開催に結構撮ってます。恥ずかしいので見せれないです。嬉しいです。めっちゃ近くで見れるかな。世代交代が課題となっているホークス、今回は若手を中心に44人が参加。バッティング練習では藤本新監督自ら身振り手振りで指導していました。若い選手はこの秋のキャンプでしっかりとアピールしてもらいね、来年ねその A 組に入れるようにしてもらいたいと思います。金曜日は中村晃選手と甲斐選手の誕生日、後輩からの熱いメッセージに2人ともこの表情でした。いやもう嬉しかったです、はい、いい誕生日に、あの歌でなったのかなと思います、はい、そんな中ウォーミングアップから必死の形相で走っていたのは将来の大砲候補リチャード選手。ヘトヘトになりながらもなんとかメニューをこなしました。そして現役を引退したばかりの長谷川優也打撃コーチ、選手たちを熱心に指導する姿にやっぱり胸が熱くなりますよね。今まで通りしっかり自分の芯を持ってぶれることなくやっていきたいと思います。秋キャンプ最初の週末でしたが宮崎はあいにくの雨、選手たちは室内で汗を流しました。そんな中多くの若手ピッチャーがブルペンに入ってきて精力的に投げ込んでいました。